ずは冴島雷我役中山麻生さんお願いいたします。皆さんおはようございます。休日の朝役から本当に足を運んでいただきありがとうございます。冴島雷我戻ってまいりました。ありがとうございます。今日は限られた時間ではありますが、どうぞ最後まで楽しんでいってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして冴島甲賀役小西良生さんお願いいたします。今思い出したことがあります。この衣装を着て舞台挨拶に出るにはどういう体でいたいのか全然わからないんですけども冴島甲賀も帰ってきました。ただいま。短いですがゆっくり楽しんでください。ありがとうございます。続きまして冴島大河役渡辺博之さんお願いいたします。せがれと孫がお世話になりました。冴島大河です。ただいま。一言言わせていただきます。皆さんも一言で返してください。ファイト一発。ありがとうございました。もうちょっと後ろで言うって話でしたよね。後半にっていう話でしたけども、ね、早い早いな。ありがとうございます。では続きまして主力役松田聡さんお願いいたします。ありがとうございます。ガールファンの皆様はじめまして、松田聡です。めちゃくちゃ幸せな時間です。これから、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。続きまして倉橋ゴンザ役蛍幸次郎さんお願いいたします。おはようございます。ゴンザでございます。この親父まだ生きてたかとそう思ってらっしゃる方もいるかもしれませんが、ゴンザはまだまだ生き続けますので、これからもどうぞよろしく。今日は、大したおもてなしもできませんが、どうぞごゆっくりなさってください。ありがとうございます。ありがとうございます。そして雨宮啓太監督お願いいたします。はい、楽しんでいただけたでしょうか。はい、幹部長です。はい、今日はあの白コートプラスワルがそるので、多分ゴンザがいないと閉まんないんだろうなと思って、蛍さんを、急遽呼んでいただきました。はい、短い時間ですけども、一つよろしくお願いします。ありがとうございます。それでは早速いろんなお話を伺ってまいります。まずは改めまして監督、昨日初日を迎えました。そして昨日今日とこうして、ご覧になったばかりのお客様を目の前にして、今のお気持ちいかがですか。すごく、まあ、数時間前までここ立ってたような気が、まあ、本当そうなんですけども、なんだろうな、夢のような時間で、安心しました。まだ今日もちょっとまだぼーっとしてて、とにかくこの人たちとこう並んで、でガローをこう好きでいてくれるお客さんとこの場所に入れることがものすごく幸せなんで、もう本当に感無量ですね。はい、ありがとうございます。きっとお客様にとっても感無量なひとときなのではないかと思います。さあ、そして主演を務められました中山さんに伺いたいんですけれども、はい、前作のガロ魔界の花から約5年ということで、再びライガを演じることになって、そしてスクリーンで拝見すると、はい、よりたくましくなって中山さんが戻ってらっしゃったなという印象でもお見受けしたんですけれども、はい、ご自身ではいかがでしょうか。こう改めてライガを演じて成長したなと感じる点、逆にここは変わらないなと思う点、どうでしょうか。そうですね、今言っていただけたようにたくましく見えたらいいなと思い、撮影させていただきました。僕自身の成長というのは多分自分が思っているよりかは全然まだまだ足りない部分というのが大きくて、これまでもそうだったんですが、これからも自分自身のその飛躍という部分では課題がたくさん残る日々でございます。それでもやっぱり冴島雷我という人間が
ここまで成長してきたのは応援してくださっている皆さんのお力もありますし、今こうして一緒に立っている共演者の皆さんのお力もあったと思います。それがこの作品に映っていて皆さんにどう映っているのかというのをすごく楽しみにしていたので、皆さんからの感想をちょっと聞きたいなという部分がすごく多いですね。いや、マセイ君ずいぶん成長しましたよね。しました。あんまりいいこと言うと小西と渡辺さん喋りづらくなるからもうちょっと失礼しました。どういう意味ですか。いやいいこと言えないんでね。ここ1年で5センチぐらい成長したような気がする。あ、身長の方が私も若い時は190センチぐらいあったんですけど、あら、年とともにどんどんね、髪の毛は抜けるし背は低くなるしね、今のうちですよ。そうですね、はい、後を追わせていただきます、はい、ありがとうございます。そして続きまして小西さん、渡辺さんに伺いたいんですけれども、はい、お二人にとっては久しぶりのガロ出演ということなんですが、この出演が決まった時どう思われました。小西さん、何年ぶりなんでしょうか。何年ぶりなんだろうな。何年ぶりだったか。ちょこちょこは仕事じゃなくて会ってるんでね、あんまり撮影そうですね、何もしないし、CR 冴島公演の撮影もあったりとか、月光の1年前だったりとかしてるんで、あと魔界律伝もあったりするんで、うん、うん、卒業っていう言葉をこう僕は背負ったわけですけど、卒業するなんて僕から一言も言ってなかったんですよ、うん、なのであれをやったそのイベントが魔界の宴っていうものがあった後にすぐに監督に、いつ呼ばれるか分かんないから準備しとけよって言われてたんで、ようやくこの衣装をまた着ることができたなっていう喜びとですね、あとはその大河とライガと3人でこう皆さんの前に立てるというのが何よりの喜びかなと思ってます。お客さんもねずっと見たいと思ってくれてただろうし、それを実現できるっていうのはこのガロをずっと続けて、このコンテンツをずっと続けて、作ってきた人、それからそれを応援してきてくれた人のね、なんかこう思いがすごい宿ってる作品になったなと思いますんで、とても嬉しかったですね。どうですか、じいじなんか俺の中ではそんなに時間が経ってなくて、うん、ずっといろんなとこで舞台やったりライブやったり、その出ると出待ちでいてくれる人がいるんですよ。この年になって出待ちでっていうと大体このファンなんですよね。でいろんなグッズを持ってて、一人に多分10回ぐらいサインするんですよ。フィギュアとか僕が持ってないような本とか持ってて、それがずっとあったんで、あまりこう時間の流れは感じなかったんだけども、この役をもらって、果たしてタイガーって年取っちゃいけないわけだから、白髪も増えてるし肉も落ちてるかなとかって、身長はね1センチぐらい縮まったんですよ。では入ってみたらね、一気に一瞬にしてこうその当時に戻るというか、そして孫ができてますから、で実際に自分3人の孫がいるんですね。で僕の息子は今23歳、で彼とやった時に、彼とは共演してないんだけど、彼の子供子役の流星がね、流星っていうのがいるんですけど、それが当時小学生かな、それと同級生だったの。僕の息子が高校で同級生で、うちにも遊びに来たりしてて、渡辺さんの方の息子ですよね。そうそうそう、今その格好で息子って言われて一瞬今僕年齢が合わないなみたいな感じに今なってしまって、でその流星がね本当に似てたんですよ。だから流星をこう抱くシーンがあるんですけど、その思いが彼と会っても彼のぬくもりのような感じがして、だから抵抗はなかったけど、まずまた感覚なのかという楽しみというかね、なんかこう年に1回ぐらい親戚中が集まるでしょ、それが楽しみっていう感じの監督を中心にしてね、また親戚が集まるんだというような感じでしたね。その楽しみがありました。まさにガロファミリーといった感じですよね。本作では本当にライガー、コウガー、タイガーと夢の親子三大共演ということなんですが、お三方改めて共演してみていかがでしたでしょう。撮影の前半が姫路でのロケだったんですけど、もうずっと毎日のように撮影が終わっては皆さんと食事に行って、
本当に毎日が楽しい一日一日が過ぎていったので、なんかあっという間な気がしましたね。僕の携帯にね、あの福山雅治さんの真似してる動画とかあるから姫路で違うんですよ、気をつけないと出すよ俺やれやれって言われても高架下で夜中に歌いましたね。なんかでも始まる前ってあの本当こう感慨深さもあったけど、はい、それ以上にこう集まった時の自然体っていうのがありましたよね、はい、こうやっぱりずっとこうプライベートで会ってきてるし、マセイともね、あの共演する前から、はい、ヒジとね、はい、お花見行ったりとか、夏美ちゃんとか、はい、とみんなで会ってたから、もういざ現場入ってみるとあんなアットホームな場所あるっていうぐらい、ね、ないですね。で福山歌っちゃうし、だからそれはいいですそんなね、そんな感じですごいいい時間を過ごせましたね、本当に。いいですね、なんか雰囲気伝わってきますよね。そうですか。そして蛍さんにとっては妻子巻に仕えて、執事としてお三方に仕えていた役どころなんですけれども、今回3人が一堂に会するっていうのはどんな感じでしたか。現場ではね、3人と一緒にお会いするっていうことはもちろんなかったんですけども、今日改めてここでお会いして、いやちょっと壮観ですよね。ね、いやゴンザとしてはもちろん一番最初に、タイガ様のにお仕えして、タイガ様の後、まだ、生まれたばっかりのコウガ様をね、この赤ちゃんの頃お風呂に入れてあげたりなんかしたことを思い出しましてね、一緒にお風呂に入ったりなんかしますとね、もうコウガ様がなんか私全部言うんですかまあとにかく、楽しいございました。はい、そういった思い出も思い返されるような感じだったんでしょうかね。なんかそれスピンオフで見たいような気もしますよねいやすごいですね、ありがとうございます。さあそして松田さんに伺いたいんですけれども、はい、松田さんにとってはガロシリーズ初出演ということで、はい、いかがでしたか、最初に出演が決まった時には。いや、 やっぱりうわガロがついにこの世界が僕を求めてくれたのかと思って、いやこれね皆さんね、あのお笑いになりますけれども、本当にあついに僕に声がかかったんだっていう気持ちっていうのは、これ俳優にとってすごい特別なことで、なんかこうお客さんとして見てた作品に出てくれって言われるってすごく特別な感覚なんですよ。だからすごくやっぱり嬉しかったですね。で最初あのお面をかぶってる役なんで出てもらえないんじゃないかと思うんだけどっていう監督のコメントが添えられた状態でオファーをいただいたんですよ。で僕はいやもう1秒たりとも顔が映らなくても出させていただきたいですって言ったのに、本当に大丈夫っていうのが来て、でいや本当に大丈夫ですってマネージャーに伝えて、それがまた連絡がいって、でまた監督から本当に本当に大丈夫って来ていやだから出るって言ってるじゃないですかっていうそういうやり取りがありまして、全くの通りで、もともと仮面をかぶったキャラクターなんで、ちょっと用意してくれた人がスタントマンとかそういうスーツ、まあアクションとかできる人だったんですけども、やっぱお芝居できる人にしたかったんで、まさかね松尾君がやってくれると思わなかったんで、僕結構ナイト のトレーニングカードとか持ってるんで、ね、ありがとうございます。はい、ヒーロータクなんで、もうでもすごい素晴らしいキャラクターでした。はい、そうですよね、ありがとうございます。さてですね、ガロといえばやはりアクションシーンなんですけれども、横山監督による本当に、ね、素晴らしいアクションの数々で皆さんもおそらく酔いしれたのではないかと思いますけれども、実際にこの撮影現場どんな雰囲気だったのか、そして実際にアクションシーンやってみてどうだったのか、そのあたりいかがでした。中山さんから伺いましょうか。どこまで全部言っていいんですかね。まあ、言ってんじゃん。いやもう冒頭のルトーとの戦い、一人で戦ってるところもそうなんですが、後半のバトルシーンとかもすごく細やかにアクションをつけてくださって、やっぱり難しいオーダーっていうのがあるんですけど、横山監督はできないことは絶対におっしゃらない方で、本人が頑張ればワンステップいけるっていうちょっと一個難しいところの要求っていうのをしてくださるので、死に物狂いで食らいついていった記憶がありますね。はい、小西さん、渡辺さんはいかがでしょうか。
アクションシーンの撮影を振り返って、あの横山さんはもう絶大なる信頼を置いているので、本当に彼が言ったようにできないことはやらせないし、できることが分かっているので、その良さをうまくこう出すようなアクションを考えてくれるんでね。そうなんです。だから割と3人のキャラをねよく分かって、やっぱりあのタイガと重い感じで、ライガーだとやっぱ表情がこう出るところで、この人は危ないところっていうかなんでそれさらっと言うんですかいや、AC チームね、ちょっとあの最近現場に行ったら、はいこれやるよみたいな感じで、まあまあ高いところに準備されてたりとかが多くなってるんですけども、マット片すのうまいんですよ今日僕そうですか。でも本当にもうガロのアクションも作品を追うごとに高度になってて、我々見る方としてもね楽しみですもんね。そうですね。ただあの全部意味があって、やっぱりあのすごい危ないことをコウがやってるっていうのは、なんかその向こうにあのライガーがいたりとかするところと多分つながってるんで、あの そういう意味では3人のアクションというのは効果的に取れたかなって気はすごくします。はい、はい、ありがとうございます。3人がこう集まったところで興奮されたと思うんですけども、現場でね多分同じような興奮を僕ら しながらしました、はい、そうなんですか、まあ、敵が敵ですからね、はい、そういうのって本当にあまりないですよね撮影してて、ないない、僕も撮っててびっくりしましたからね。感動してましたよね。感動しましたよ、はい、とにかくやってる俺たちも感動してた。今日モスさんがアクションあんだけやったの初めてじゃないかなと思う。ああ、そうなんですね。まずロケで宿泊ロケしたのもほとんど久しぶりだったんで。あ、そうですか、ね、相当本人でほぼほぼやってますからね、へえ、すごいですね。でも我々が鳥肌立ったシーンで皆さんも感動してらっしゃったっていうのは、なんかちょっと共感できる部分があって嬉しいですよね。はい、ありがとうございます。さあそれではですね、ここでさらなるスペシャルゲストにご登場いただきましょう。この方です。はい、黄金騎士ガロー登場です。皆さんどうぞステージ中央の方に改めまして、すごい見入ってらっしゃいましたけれども、いかがですか、改めてこうして間近でご覧になると。これでも誰が入ってんだろうそれ一番言っちゃダメです入ってるって何ですか、ライガライガだっているじゃんそこにそれ言っちゃったらザルバ4つになっちゃいますからね。そうですね大変なことになってますから、まあ、そうだ、じゃあ、まあそうですね、そこの疑問はもうあえて置いとくとしまして、はい、さあそれではそろそろお別れの時間も近づいてまいりました、それではキャストを代表しまして、まずは中山さんから一言メッセージをお願いします、はい、すみません、先ほどちょっと言い忘れてしまったんですが、今日来られなかった京本さんから連絡を昨日いただきまして、まーちゃん舞台挨拶頑張ってと言われて、まーちゃんって思う方もいると思うんですけど、実は京本さんと僕自身中山和生の実の父の三田村邦彦が以前共演していまして、その時に現場で三田村なのでみーちゃんと呼ばれていて、みーちゃんの子供だからじゃあまーちゃんでいいねっていう風に呼んでいただいたので、今日ちょっと仕事で来られなかったんですが、皆さんにもお会いしたがっていました。頑張ってます京本さんすみません、はい、すみません。今回のこの月光の旅人はですね、西島ライガという一人の魔界騎士が自分の心の弱さにどう立ち向かっていくのかというのが深く描かれている作品になっていますので、これまでのガロシリーズを応援してくださっている皆さんはもちろんなんですが、今回初めてガロを見るという方にも十分楽しんでいただける作品になっているんじゃないかなというふうに思います。ですのでこれまでのガロの入り口としてこの作品を見ていただいて、そしてこれからのガロに期待していただける作品になっていると思いますので、引き続き皆さんと一緒にこれからのガロを盛り上げていこうと思っていますので、引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。では最後に雨宮監督お願いいたします。はい、本当にたくさん来ていただいて嬉しく思います。この並びが
皆さんの前で実現できたことがすごく僕の中ではこう、奇跡のような出来事で、まあこれからまたガロという作品、まあ、いつも同じこと言うんですけども、ガロという作品が継続しているっていうのは応援してくれるお客さんとかファンの方がいるから継続しているっていうのは僕毎回映画の舞台挨拶は言ってきたんですけども、今回もそうです。ただいろいろ世間的にですね、状況とかも厳しくなってきて、次のガロに行くためにはどうしてもこの月光旅人をもっと皆さんとあと共有して、認知させ、しっかりこうヒットしたという、実績を残すべく奮闘してますので、引き続きまあ明日から僕マセと、大阪行ったりとかしますの で次の週は、今日とかも、あと演者の方とまた舞台挨拶とかいろんなイベントで、宣伝しますので、まあ、今日初日2日目ということじゃなくて、興行中、平日とかですね、皆さんのお力を借りて、盛り上げてい けたらいいなと思いますので、どうか力を貸してください。今日はどうもありがとうございます。ありがとうございました。以上をもちまして舞台挨拶終了とさせていただきます。皆さん楽しいお話をどうもありがとうございました。どうぞ大きな拍手でお送りくださいませ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。